皆さんこんにちは。今回のトピックは 3D モデルフォーマット GLTF です。今回は GLT ファーストという Unity で GLTF 形式のアセットを扱うためのパッケージを紹介します。 GLTF というのはクロノスによって策定された 3D モデルのためのオープン規格です。アプリケーション間で 3D モデルや 3D シーンをやり取りするための共通フォーマットとして使われることがあります。 Unity も GLTF に対応してほしいという要望は今までにもあったのですが、 GLT ファーストというパッケージによってこれをサポートすることになりました。 GLT ファーストというのはアンドリース・アテネデアさんによって開発された Unity 用の GLTF サポートパッケージです。もともとオープンソースソフトウェアとして開発されていたのですが、今後は Unity 公式パッケージとして正式にサポートされていくことになりました。それでは早速このパッケージを使ってみましょう。 GLT ファーストはまだプレビュー段階のパッケージですので、パッケージマネージャーのリストには表示されません。インストールパッケージ by name を使用します。名前は com.unity.cloud.gltfirst です。これでインポートされました。次にエディター上での GLTF ファイルのインポートを試してみましょう。クロノス公式のサンプルアセットリポジトリからダメージドヘルメットというモデルを試してみます。この GLB 形式のファイルをダウンロードしましょう。ダウンロードしたらエディター上にドラッグ&ドロップします。これでインポートできましたね。シーンに配置してみましょう。正常に表示されているようです。このようにメッシュはもちろんのこと、マテリアルやテクスチャもちゃんと同時にインポートできています。ちなみに今回使用した GLB ファイルというのは GLTF で定義されているバイナリフォーマットです。この他にテキスト形式の GLTF ファイルというのも存在しますが、これももちろん利用可能です。その場合 JPEG ファイルや BIM ファイルなど各種データが外部ファイルとして分離されています。これらのファイルも同時にインポートする必要があるので注意してください。 GLT ファーストでは GLTF 2.0 の標準仕様以外にも各種の拡張に対応しています。主要なところでは KTX テクスチャ圧縮やドラコンメッシュ圧縮に対応しています。KTX を扱うにはこの KTX for Unity というパッケージを追加でインストールする必要があります。またドラコを扱うにはこのドラコ Unity というパッケージをやはり追加で入れる必要があります。このドラコ Unity についてはまだ Unity 公式パッケージとなっていないのですが、いずれ公式サポートになる予定です。個人的にはドラコに対応しているのはとてもありがたいですね。ドラコは 3D モデルのジオメトリ情報に対して不可逆圧縮を適用します。モデルの複雑度や圧縮品質によりますが、ファイルサイズを10分の1程度にすることが可能です。個人的に GitHub でプロジェクトを管理することが多いので、リポジトリに格納されるファイルサイズを減らせるというのはかなり嬉しかったりします。さて、ここまではアセットインポートの形式として GLTF を利用する場合について解説してきました。ただ GLT ファーストにはこれ以外の使い方もいろいろと用意されています。今解説したのはエディター上でインポートを行うケースです。 GLT ファーストはこの他にも GLTF ファイルのエクスポートもサポートしています。またエディター上だけでなくランタイムにおいても同様にインポート・エクスポートを行います。これらの使い方をそれぞれ簡単に試してみましょう。まずエディター上からエクスポートしてみます。右クリックメニューの中にエクスポート GLTF という項目があります。はい、これでエクスポートできました。簡単ですね。またこのエクスポート機能はシーンのヒエラルキーに対しても行えます。サンプルとして箱を積み上げるシミュレーションを作ってみました。右クリックメニューからエクスポート GLTF を実行します。出力されたファイルをブレンダーでインポートしてみます。はい、ちゃんとヒエラルキーが再現されていますね。テクスチャやマテリアルも再現されています。
次にランタイム上で GLTF をインポートするサンプルを作ってみました。ファイルの参照先は URL で指定します。ローカルファイルのロードにはファイルスキームを使います。もちろん HTTPS スキームを使ってサーバー上のファイルを参照することもできます。ここでは GitHub 上の GLTF サンプルファイルを直接参照してみます。はい、インポートできましたね。ソースコードも至極簡単です。実際には非同期処理やエラー処理を実装する必要があるのでもうちょっと複雑になりますが、基本はこんな感じです。最後にランタイムからのエクスポートを試してみましょう。先ほどの箱を積み上げるシミュレーションにエクスポートボタンを追加してみました。これを押すと GLB ファイルとして出力されます。ブレンダーで読み込むと先ほどと同様にシーンが出力されていますね。ソースコードはこんな感じで、エクスポートするヒエラルキーをゲームオブジェクトの配列として渡すだけです。こんな感じで GLT ファーストではランタイム上でのインポートやエクスポートも柔軟に行うことができます。この機能を使えばいろいろと面白いことが実現できそうですね。アプリ上でモデリングを行ってそれを GLTF ファイルとしてエクスポートする、あるいは追加コンテンツを GLTF ファイルで配布して動的にインポートするとか、いろんなことができる気がします。ただ現状の GLT ファーストは GLTF の仕様を全て完全にサポートしているわけではありません。マニュアルに対応表が掲載されていますが、サポートできていない機能もあります。万能の解決策ではないということはあらかじめ理解しておく必要があると思います。こんな感じで今回は GLT ファーストについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 Unity では GLTF 以外にもユニバーサルシーンデスクリプション、いわゆる USD 形式への対応も進められています。これらのオープン規格への対応が進むことによって他のアプリケーションとの連携が取りやすくなっていくはずです。USD 形式についてはまた別の機会に触れたいと思っていますが、注目度の高い機能なのですでに試している方はいるかもしれませんね。この GLTF についても USD についても開発チーム側では常にフィードバックを求めています。実際に試したという方はフォーラムやコメント欄、 SNS などで感想を共有していただければと思います。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。